呼び出し方はノックを3回。花子さん、花子さん、いらっしゃいますか？はー。学園七不思議が七番目、トイレの花子さん。はじめまして。あなたが花子さん？そうだよ。花子くんって呼んでもいいよ。本当に、ただの変態幽霊じゃないのね。男の子の花子さん、かっこいい！かっこいい。それじゃあ、お名前と願いをどうぞ。他にも特技はあるんだし、切り替えてこう。おう。と張り切ったはいいものの、隙を見て取ってきた。つけてあげて好感度アップだ。夏野菜をお弁当にして渡す。普通じゃつまんないし、キャラ弁にしよう。今だ。言うのがあいつ。俺って健全な花子さんだから。不健全な道具もあるから。あった。はい。ちょっとエロい。じゃじゃーん。喜んでる喜んでる。ナイスキャッチ。おバカさん。人間に戻りたい？戻りたい。お願い、花子さん、人間に戻して。じゃあお代は体で払ってもらうよ。君が受ける呪いは俺が最低限にしてあげる。代わりにもらうよ、君の労働力。いやらしい意味だと思ったな。ヤシロのエロ大根。花子さん、花子さん、今日はもう帰らせてください。ダメー。デート？デートって何すんの？エロいこと？ねえ、俺にしなよ。そんな男よりずっと優しくするからさ。人なんて簡単に死んじゃうんだからさ。さっきと随分形が違うのね。かわいい。やめろ。我らも殺しはしたくなかった。しかし我らの話は変わってしまったのです。やむなしやむなし。いるか。さっきは悪かった。アメやる。イケメンが空から降ってこないかしら。危険思想禁止。だいたいそんな妄想しなくても、うん、社には俺がいるじゃん。これで終わりだ。やめて。危ねえ。バカ野郎、急に飛び出してくるんじゃ。ねえです。どうだ。俺の勝ち。今は弱っちいけどね。てめえ、汚え。ウィナー、イエーイ。待ってろ花子、俺はてめえを払